秋篠宮ご一家が6日、紀子様の父で4日に中皮腫のため81歳で亡くなった学習院大名誉教授の川島達彦さんの家族葬に参列するため、東京都内の川島さんの自宅を訪問された。秋篠宮家の長女、小室眞子さんも、夫の小室圭さんと訪れた。小室夫妻は午後3時ごろ、渋谷区の自宅をタクシーで出発。眞子さんは黒のワンピース姿で、パールのネックレスとイヤリング。車外に向けて会釈したが、表情は硬く、表情は悲しみに沈んでいた。ある、午後3時半ごろ、川島さんの自宅に到着。その後に秋篠宮ご夫妻、佳子さま、悠仁さまが到着された。秋篠宮ご一家は4日から喪に服されている。服喪期間は典子さまが90日、佳子さまと長男の悠仁さまが30日、秋篠宮さまが7日。ご一家は午後5時過ぎに川島さん宅を後にした。小室夫妻は、その後もしばらく川島さん宅に滞在し、午後8時過ぎに帰宅した。